アズマ氏。アズ氏。当氏は、日本の氏族で、千葉氏の小族、菅竹平氏。古今伝授の家として有名。鎌倉時代の初めに、千葉常峠の六尾峠よりが、下国佐国崎層、唐の省、現在の千葉県唐の省庁に住み、東大社の新館、本来のアズ氏より名前を譲り受け、アズ六郎大部。 唐の六郎太夫と称したのに始まる。この茂種、孫の種子は華道に優れ、共に、鎌倉幕府三大将軍源佐根共に、おもんじられた。種子は、上級の乱の先行により、美の国山だそう。現在の岐阜県愚城市の地頭となり、篠脇城を居城とした。この公子がこの地に土着し、以後、子孫は在京人として、六原丹大の下で活躍した。 室町時代には、室町幕府奉公衆となる。室町時代中期の当主、安ずま常縁は、古今伝授を受けた歌人として有名である。応仁の乱が勃発すると、安ず氏は、山梨の西軍に味方し、細川氏の東軍に味方した身の守護の時氏と対立する。戦国時代に入ると衰退し、永六2年、1559年。 東条慶は、一族、伊説ありの遠藤氏と対立し、娘婿の遠藤森一に攻められ滅亡した。以後は、遠藤氏が、東氏の家督も継承した。一方で家督を奪われた、条慶の子の次行は、ひだの内ヶ島尻の庇護を受けたものの、天正王自身で、内ヶ島氏と運命を共にした。森一の子で、条慶の外孫である、遠藤義隆は、戦国時代、 安土桃山時代を乗り切り、江戸時代には、美ノグ城藩主となり、そのご子孫は、大ウ三上藩、滋賀県安市へ移法されて存続した。最後の藩主である、遠藤種木は明治維新後に、縁のある安ズ市に改正し、死者区を授けられている。グ城市大和町には、安ズ市の館の庭園跡がある。東市は、日本の氏族で、南部市の小族、八戸氏の伝承や、 改正諸家系譜によれば、南部事実の子、正幸が藤次郎と名乗ったことに始まるという。そして、改正諸家系譜では、東氏の家督は子、東重幸が次ぎ、また重幸は、死子のない工藤氏の名跡も継いだといい、重幸の後は子、東正巳が継いだが、以後は不明となったとされる。ただし、諸芸幸以降は、他の南部系図に見えていない。 参考書家系図によれば、参考南部十四代当主、南部義正の子、東三郎信正を外するという。なお、正幸を外する、改正書家系譜は信正が、東氏の名跡を継いだとする。また、梅内氏の伝承によると、工藤氏に男子がなく、信正が養子となって、工藤を称し、後東に改めたという。ただし参考南部氏の系図に信政は見えず、 南部家十五代は、吉政の弟、聖聖が継いでいる。北市役の兵士などと共に、南部市の一門として、重きをなした。二千国を領した、忠義の代には、久野平正実の乱の鎮圧に活躍した。忠義の後は、病身の長男、安重義に代わって、次男、直司、種生が継ぎ、二千四百国を治療した。種聖の後は、毛な直司の子。 東、直種を養子に迎えたが、直種にも子がなく無つぐ断絶となった。後に重吉の子、正義が召し出され、直種の医療のうちに百五十国、後家蔵で三百国を与えられ、東氏は再興された。東正成の時に家老に就任し、家蔵もされ五百国となった。以後は家老も務めるようになり、聖地の第二は家蔵により七百国余りに達した。また、 文政元年、1818 18年、安ず聖地は、八の平氏、中野氏、北氏、南市と共に、南部政への複製を命じられ、以後の安ず市着流は、南部政を名乗ることになった。しかし、天保十二年、1841年正月、当主の安ず政まは、藩主、南部泉の側近政治に抗議して自害してしまい、爆放によって、 安ズ氏は家禄及び家屋没収処分となった。安ズ氏の家柄のため、同年6月に着難、生図が再行を許されたが、家禄は350国となり、また、南部生は名乗れず東生での飯出しであった。仮像はされなかったが、生図の時に、安ズ屋の価格は再行することになる。開園三年、1850年。 政イは十三代藩主南部理義の故障となる。当時の李義は十二代藩主で、父、李ズによって隠居に追い込まれており、藩政は李ズの陰性となって、理義派も弾圧されていた。李ズが幕府により実況処分を受け陰性が終わると、十四代藩主、都久の下、政セは、家老、奈良山里と共に、幕末の森岡藩政を主導する立場となった。しかし、は、 反省改革で、急進的立場を取ったことで恩賢的な奈良山らと対立、また弾圧されていた、利義派の再興を図ったため、藩主、都市久などの反発も買い、加盟七年、1854年後約5約五年となり、失脚した。以後は、奈良山佐渡と、政図が対立する構図となった。加盟九年、1856年には高知州となっている。 母親戦争では、新政府派のセ図は失脚し、奈良山佐渡の主導のもと、森岡藩は奥右越列藩同盟側に参加した。しかし戦争が列藩同盟側の敗北に終わると、戦後処理のためセ図が復権、新政府との交渉を担った。廃藩治験後も、セ図は森岡県第三次を務めるなど活動した。あず氏は明治43年、1910年頃に、 南部勢に複製している。文家には東三世の子孫と、東正義の系統がある。正勝の弟、三世の家は三世の子の代に、東の子、泣くと生を、改めて幕末に至っている。東正光の長男東正定は別家したが、正定の子、東正義が、正万の養子となり他に子がなかったため絶家となった。 ただし、正義は本家を継いでいない。継いだのは、東正義の四男、伝十郎正房が建てていた文家である。この伝十郎家は幕末まで続いた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。